ということで、今回はですね、またまたメイクしてないのでメイク動画になるんですけど、なんとあのウォン・ジョンユさんからですねギフティングをいただきまして、見てください。まずこちらの箱、はい、そしてじゃん、こちらの箱をいただきました。でね、紙もいただいて、真ん中にこんなものが入ってますよみたいな、ぜひ愛用いただきますと幸いですと、今後ともどうぞよろしくお願いしますって書いてあるんですけども、今回は、そちらを使ってメイクをしていこうと思います。ずっとウォン・ジョンユ欲しかったんだけど、手に入れることができなかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。で、今回前にね他のコスメも買ったんですけど、それも使ってやっていきます。まずはじゃあこの中に何が入ってるのかっていうのを皆さんに共有していきたい。こっちが多分コスメなの、だからコスメは後にしてくって、こっちだよね気になるの。これ開けます。やばくない？超嬉しい。昨日さ、うちにピンポン来てさ、何も頼んでないけどなと思ってびっくりしてたんだけど、まさかこれでした。やばー、めっちゃ重たいんだよねこっち側。せーの、あれ、いくよ、せーの、じゃーん、やばい、やば、え、やばくない？え、待って、すごい。この前招待していただいて、ヘアのね展示会、ポップアップショップかに行かせていただいたんですけども、うちの時にも帰りにねいただいたんですけど、見てください、シャンプー、よくなくサラサラタイプとしっとりタイプがあって、私はサラサラタイプを前回いただいて、なんとこれもう一箱届いてて、のんちゃん分もあるって考えたら、もうシャンプー買わなくていいじゃん。やばー、やばー、すごー。ということで、もうそのね、シャンプーなくなりそうだったんで、今日からこれを使っていこうと思います。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあ次、こっちですよ！これ、これはやばい。なんかすごいドッキ、なんかワクワクする。楽しい。はい、開けます。せーの。じゃーん！やばくない？え、やばくない？待って、やばくない？ねえ、やばい。やばくない？え、めっちゃすごい。ちょっと開けていきますね。まず入ってたのはこれ、これずっと使ってみたかったやつ。まずこっちがウォン・ジョンヨモイストアップレディスキンパック DM、 はい、こっちがウォン・ジョンヨモイストアップレディスキンパック、はい、これはこっちがちょっと分厚いんだって。で、こっちがなんか普通のやつらしいんだけど、今日はこっちの普通のやつを使っていく。やばくない？はい。そして、なんと、これやばいのが、このウォン・ジョンヨのトーンアップフィルタークッションを3色もいただいちゃって、みたいな。もう届いて、なんか何が入ってんのかなって、この動画まで開けなかったんだけど、この紙が入ってたから調べてみたのね。そしたら、みたいな、調べてみた、えみたいな、この中の一つが入ってんのかなみたいな、ランダムなのかなと思ったら、なんと3つも入ってました。いやー、01番のシャインピンク、02番のシャインホワイト、03番のシャインラベンダーでございます。やばいね。今日はどうしよう、何色使おうかな。え、すごい楽しみなんだけど。これからだってこれ3つも使えるでしょ。え、ピンクも可愛いじゃん、でもホワイトもいいじゃん。めっちゃ迷う。これも後で開けます。すごいよ。あとですね、なんと、こちら、じゃん。ウォン・ジョンユのメタルシャワーペンシルの05番バニラベールでございます。私これの02番を使ってて、最近買ったの。やばくない？え、なんかさ、テストで試してみたら全色欲しいぐらいめちゃくちゃいいカラーで、そう、なんか次何色にしようかなとか思ってたんですけども、なんといただけて。すごい嬉しい！はい、こちら。かわいいね、ほんとに。嬉しい、ありがとうございます。はい、そしてですね、こちら。ね、これやばくない？私あのカスちゃんが好きで、なんかカスちゃんが使ってたのかな。で、めっちゃ欲しいなと思って。ウォン・ジョンヨデイリームードアイパレットの05番、クライローズでございます。やばいよね、これ。で、なんか、これをね、いただいてから、ウォン・ジョンヨさんの、このウォン・ジョンヨね、これどうやって使うんだろうみたいな、いろいろ調べたら、これだけで、シャドウとか、シャドウって、なんていうの、シェーディングとかチークとかできるっぽくって。え、やばい、めっちゃいいじゃんと思って。はい、こちらです！じゃーん！わー！やばー！こちら
らですね。これを今日は使ってメイクをしていこうと思います。では早速やっていきます。まずはベースからやっていくんだけど、ベースやる前にこれだよね。これめっちゃ使ってみたかったの。そうだから今日使います。よろしくお願いします。はい、開けます。やっぱ念願の、はい、やばい、こういうことだよね。ねえ、なんかこれを貼ることによってメイクのなんかキープ力が上がるらしい。メイクのキープ力、じゃあメイクのりが良くなるのかな。なんかこれも塗ってるだけでテンション上がる。やばい、でおでこと鼻筋にも塗るんだけど、次ってマジか、おでことかさ、鼻が今割れちゃってるんだよね、すごく。やばくない？すごくない？でもなんかこうやって使うみたいなのを誰かがやってて、それを真似した。はい、できた。こんな感じでちょっと奥っぽいよ。3分から5分だって。なので3分から5分置きます。はい、5分経ったので剥がします。もったいな、こんなんで剥がしちゃうの。でももうパックと変わんないからね、必要。なんかさ、なんか可愛くない今日。わかんない、もう。なんか今日さ、漏れてない？漏れてないか。なんだろう、笑顔が満点だから。わかんない。なんかさ、今日良くない？なんか涙袋もさ、でも鼻とおでこのコンディションだけ悪いの、本当にショック。ショッキング。鏡で見たらめっちゃいいんだけどね。はい、そしたら、まあいい感じに、こんな感じで、下あげてたんで、そしたらこれ、ビムビューティーなんですけども、キープコンフィデンスプライマーを使います。ビムビューティー欲しくって、ロフト行ったら売ってたので買っちゃいました。最近マリリンさんの動画みんなめっちゃハマってて、ビムビューティーって言って。マリリンさんプロデュースのやつなんだけど、使ってみたらめっちゃ良くって買いました。これはなんか毛穴が埋まんのかな、ちょっとよくわかんないんだけど、やばいかも、この感じ。すごくよろしい。てか伸びがいい、めっちゃ。これ全顔にやるもんじゃない気がするけど。てかね、昨日ね、その商品紹介した時にちょっとだけ使ったんだけど、ビムビューティーめっちゃ香りがいいのね。なんかすごいね、私好きな香り、これすごく好きな香りで大好きです。はい、こんな感じでできました。そしたら次これだね、このウォンジャンヤのファンデーション。何色がいいかな、何メイクしたいかによるくない？今月はそうだな、ピンクの顔、私ピンクかな、ピンクもありだな。でも紫も好きなんだよな、透明感系。じゃあ透明感っていうことで、この03番のシャインラベンダーを使っていきます。はい、やばいよね、これ3つもあったらもうさ、半年ぐらいいけんじゃねっていうぐらい使える。で、このパッケージね、超可愛いの。私このパッケージ超好きなんですよね、これ。はい、パカーン。あ、雫型だ。ちょっと雫型っぽくなってる。開けますよ、開くよ。オープン。よいしょ、にゃーん、いい感じ。これパフには何も染み込ませなくていいのかな、染み込ませてみる。このビムビューティーのプライマー、これめっちゃ粒子細かいんですよ、このビムビューティー。もう今日いいのしか使ってない。でもこれ香りがいいのね、めっちゃ。じゃあ使っていきます。あ、ここの鏡のあれも外す。じゃん、めっちゃ綺麗、すっごい綺麗。じゃあやっていきますよ、いきますよ。このクッション固めだ、すごっ、結構ね固め。じゃあいきます。わお、すごい、めっちゃすごくない？なんかさ、すごいよねこれ。なにこれ。なんかこれは肌の中心に塗るとそこが光るから中心から塗った方がいいよみたいなのをウォンジョンヨンさんがなんか言ってるの見て、そうするんだけど、今日透明感やばくない？なにこれ、なにこれ、す
すごっ。で、なんか肌がそんなに荒れてない人はこれにちょっとコンシーラーとかするだけで、てかなんならこれで終わりな人もいるらしい。でも私はちょっと今肌荒れがすごいので、え、なんかすごくないこれ、え、透明感やばいんだけど。なんか塗りすぎちゃいとね、塗りすぎたら貞子になっちゃう。すごすぎ。なにこれ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 、え、なんかさ、すごいよこれ。楽しい。確かにこれだけでいい日もあるかも。これだけでいいかも。そんなことはない。まあ、おでこのニキビとか隠さないとだけど。すごー。なんかね、パフもすごい自然、なんていうの、不思議。今まで感じたことないような、ちょっと固めで塗りやすいし、このクッションもちょっと固めだからすごいいいかも。なんかまあ、なんか最近使ってたやつでさ、めっちゃ柔らかいやつだったのよ、中に入ってんのが。もうそれでもいいんだけど、硬い方がなんか私好きだわ。なにこれ、すごいテンション上がるんだけど。はい。で、まあ、ベースっていうかコンシーラーとかを使っていくんだけど、コンシーラー、え、てかなんかあんまりベタつかない、え、なにこれ、不思議不思議、今めっちゃ不思議な感覚。普通にコンシーラーはジバンシーの使います。でもコンシーラーほんといらないくらいかも。え、なんかすごい綺麗だよ。ちょっとだけ曇ったか、なんかすごい今日いいかも。美人良き。で、こんな感じで、ベースは、いつもと変わらないので、飛ばしていきます。はい、ベース終わりました。あの後に、眉毛と、あと気になるところだけコンシーラーして、上からパウダー塗りました。でも私、パウダーの塗り方がさ、良くないのか、めっちゃさ、白浮きしちゃうよね。ちょ、パウダー、私、ベタベタするの嫌だから、めっちゃパウダー塗っちゃうのね。で、これがね、私もいいなって思ってるし、鏡で見るとね、すごい肌が綺麗に見えるからいいなと思うんだけど、近寄るとやっぱさ、ちょっとさ、白っぽくなっちゃってるから、そう、悲しい。あと目もなんかさ、塗ったけどあんまりだったね。はい、こんな感じで、アイメイクやっていきます。この、ボンジョンヨ使っていきまーす。はーい、やばーい。もうさ、すごい、なんか今日メイクするの超テンション上がってるし、ビュービューティーもいいし、多分ビュービューティーの前にしたこのパックもいいし、その後にしたビュービューティーもいいし、みたいな、もうなんか全部が良すぎて、私の肌に合ってる。絶対にリピート買いする。てかこれでっかいの買うわ。今日ちょっとドンキに行くので、もしドンキに売ってるのかな？ドンキに売ってたら買おうと思います。やばい。超嬉しい。やばくない？めっちゃ肌綺麗だよ。ちなみにだけど。やばいよ。超嬉しいです。はい。こんな感じでやっていきます。で、まずはアイシャドウですね。この色使っていきます。なんか眉毛のここら辺まで塗ると、すごい可愛らしくなるらしい。っていうのをボンジョンヨさんが言ってた。めっちゃナチュラルなカラー。で、結構、広めに、ここまで目ありますよみたいな感じで、広めにアイシャドウを今日塗ります。こんな感じで塗ったら、涙袋も同じ色で塗ります。すごい、私がめっちゃ求めてたカラーなんだけど、これ。なんかピンク系なんだけど、茶色みがあって、普通にめっちゃいいわ。やば。めっちゃいい。これ絶対使います。なんかさ、もらったもの全部いいって言うんだけど、私。でも本当にいいんだよね。え、やばい。私がね、最近やってるメイクを同じようにやっていくんだけど、なんかウォン・ジョンヨさんの見たら、この一番濃い色をアイラインの下書き代わりとしてやるんだって。そう、やっていきます。こんな感じ。こんな感じでできました。そしたら、上からアイライン。今日はセザンヌの極細アイライナーを使います。で、さっき、めっちゃ肌綺麗、この鏡で見る。さっきやった、ここのところに。こんな感じ。めっちゃ綺麗に描けたかも、アイライン。はい。そしたら、次は涙袋を描いていくんですけど、涙袋もこのアイシャドウパレットを使っていきます。まずここの色で取って、こんな感じでやっていく。はい、こんな感じでできたら、この色を使って、めっちゃ絶妙なカラーで可愛いかも。可愛い。この色で、ここの涙袋を描いていきます。え、めっちゃ可愛いんだけど、この頃。やば。こんな感じですね。はい、こんな感じでできました。すごっ！なんかさ、メイクめっちゃ上手くなった気分なんだけど。そしたら、この上の色を、まぶたの上に乗せます。
キラキラさせるために。はい、こんな感じでのせれたら涙袋にこの色を使います。すごくない？何これ？はい、こんな感じでできました。そしたらこのさっきいただいたこれですね、05番のバニラベール使ってまず涙袋、はい、こんな感じ。わかる？すごっ。え、すごっ。このさ、ヒアル入れたみたいなうるうる感やばくない？めっちゃ可愛いわ。はい、こんな感じでできました。やばー、え、やばー、え、やばー、え、めっちゃ今日漏れた。嬉しい。めっちゃ漏れたんだけど、こんな感じでできました。え、このカラーいいかも。私02番作ったんだけど、02番よりもすごい自然な涙袋が作れる。こんな感じです。え、てかアイライン上手くね、今日描くの。はい、こんな感じでできました。したら、え、もうこれで結構完成でいいかもぐらいなんだけど、二重ラインとかを描きたいので、二重ラインはケイトのダブルラインエキスパート使って描いていきます。めっちゃいいわ。超いいわ。そしたら、次、チークやるんですけど、チークも今日はこのカラーを使いたいと思います。なんか、顔に統一感を出させるために。ブラシはちょっとないんで、このキャンメイクのブラシを使います。ちょっとだけチークの色を落としてあげて。そしたら、使っていきます、この色。どう？うわ、超自然でいいかも。はい、こっち入れてみた。え、めっちゃ自然で可愛いわ。超いい、超いい。で、あと、顎ね。あとなんか、ここ？こうやってやると、なんか、いいらしい。統一感が出るみたいな。で、ちょっとだけこれを綺麗にぼかしていきます。こんな感じ。めっちゃ可愛いカラー、このカラー。アイメイクにも使ってるから、すごい本当に統一感出るし、超いいわ。で、シェーディングもやっていきます。ノーズシャドウですね。シャドウも今日は、これを使っていきます。これのこの薄い方のカラーを使っていきます。まず鼻先はちょっとこっちのちっちゃい方でも使って、同じ色使って、で、めっちゃぼかす。めっちゃぼかす。これ手でぼかすよりも多分ね、ブラシでぼかした方がね、綺麗になるんじゃん。わかんないけど、よし、めっちゃいい感じになりました。で、口紅はまあいつも使ってるやつなんだけど、ジューシーのフルーツミラーリップグロスを最初に塗ります。こんな感じでできました。なんかもうさ、これで満足しすぎちゃって眉毛描いてなかったんだけど、眉毛描いてもう完成です。ということで、眉毛を描いて髪の毛のセットもします。今日本当はさ、センター分けとかにしようかなとか思ってたんだけどさ、全然違う。今日センター分けの日じゃないので、髪の毛を下ろしていきます。はい、ということで髪の毛のセットとフルメイク終わりました。どうでしょうか、眉毛も描きました、こんな感じで。はい、ということで今日はですね、なんとウォン・ジョンヨさんからですね、ギフティングをいただいたので、そのコスメでメイクプラス最近買ったコスメでメイクしてみたでした。なんかめっちゃね、私が求めてたナチュラルができた。ちょっと今日前髪とか髪の毛がちょっとうまくいかなかったからあれなんだけど、めっちゃね、いい感じ。すごく可愛くできました。なんか触覚がね、多分薄い方が似合うから薄くしたいんだけど難しいんだよね。なんかさ、長さとかがさ、全然合わなくてさ、どこ行っちゃったんだよって感じで、ちょっと長めなんですけど、どんな、こんな感じ。ちょ、前髪が今似合ってないっていうのもある。ちょっともうちょい伸ばしたいんだよね、前髪。はい、ということで今日はそんな感じの私のメイクでございました。どうでしたか？ほのぼのちゃん、メイク上手になったねって思った人、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。前髪はもうちょい伸ばすので、気長に待っててください。ウォンジョンヨのメイク私も使ってるよ。あ、ほのぼのちゃんが使ってるの、それ良さそうだねって思った人はぜひね、ロフトとか、まあ、いろんなところに売ってると思うのでゲットしてみてください。ということで、また次回のノエノー番組でお会いしましょう。バイちゃん。いいかも。バイバイ。